はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、塾長です。これ同じ問題私取るの2本目です。ピンマイク使ってるんですけれど、ピンマイクのスイッチが入ってなかったんです。危険案件ですね。まあ笑顔で私今動画撮っています。まあこの不機嫌というか、不機嫌なことはないんですよね。このねトラブルを楽しんでいます。だって今この話ができたからね。はい、なんか世の中のうまくいかないこととか、やっぱそういうことがパッとあることなんて人生絶対あるじゃないですか。私もこうマッとありますよ。でその時にってこう不機嫌な顔をしてると、それはやっぱ相手に伝わるわけで、相手も不機嫌な気持ちになっちゃう。もうそれになんかこうバカーとか、もうなんかさ、汚い言葉を浴びせようもんならば、もう何もいいことがないじゃないと思うんですよ。だからね、その何かこう悪いことがあったとしてもね、自分自身が不機嫌になることっていうのをまずぐっと抑えてみて、笑顔にするっていうことは、多分周りの人にたくさん幸せをこう、なんていうのかな、享受するというか、ね、幸せな気持ちにみんなでなれるような可能性高まると思うんですよね。さあね、そういう心持ちでいることがいいのかなって思いますよ。で、今日のゲーテの言葉を選んでみました。ね、人間の最大の罪は不機嫌であるだと思いますよ。私もね、本当になんかうまくいかないなと思った時こそ笑顔でね、できるようになるとちょっとかっこいいんじゃないかな、そう思います。さあ、では、令和2年度埼玉県公立数学学力検査の大問の1-13の丸2番でございます。今度は体積を求めましょうということですね。正答率がなんと 58.1% 低く、1番のこの高さ求める問題で 75% なわけなので、まあその次だからもっと下がるのは当然なんですけど、でもね、円錐の体積なんて簡単なんですからね、公式さえ覚えればね、解けましょう。じゃあみんな円錐の体積大丈夫ですか、確認しましょうね。はい、体積はどうやって求めるのかというと、底面積かけることの高さかけることの3分の1、公式ですね。もうこれはもう公式ですから覚えてくださいね。さあ、では底面積がこうありましてですよね、じゃあまあ求めましょうか。円ですよね、円の面積なんですか、半径かける半径かける円周率 π ですね。というわけで 9π ということですね。じゃあ、あと体積求めるだけでしょ。体積はいくつですか、底面積今出たよね、底面積かけることの高さ4センチってさっき出ました、高さかけることの3分の1ですよね。はい、もうこんなのは暗算でいいんじゃないですか。 12π です。まあ約分してもいいですよ、こうやってね、 3,4,12 ってね、落ち着いてやってくれていいと思います。あ、簡単、 58.1% だって、もったいないね、絶対に解けるようにしてくださいね。さあ、今日も、問題やりましたね。不機嫌なことたくさん起こるかもしれないけど、笑顔で毎日を過ごせるといいと思います。それでは今日はこの辺で、皆さんまたね。